佐藤和夫動画チャンネルです。この地図は平成24年の4年度建設課における事業予定箇所であります。まあ色分けになってまして、ピンクが道路改良箇所、そして緑色が現段の農道箇所、そしてブルーが舗装修繕箇所というふうなことで、まあ今年の4月からこういうような形で建設課は工事をやりますよ、公共事業をやりますよという一覧表になっています。まあ、北からちょっと説明しますと、市道103号線、これが新規ですね、市道の3159、そんなふうな感じで進める予定であります。市道の107号線、市道104号線、これも新規事業ですね、市道40号線、門前地区、市道2204号線、これも新規ですね、永田中線、作業団と進入道路、市道119号線の舗装工事、市道6112号線、そして市道の5401号線というような形で新年度は工事をやる予定になっておりますのでね、まあ、詳細にわたっては市のホームページで入札の願いと全て載りますので、また後でそれを見ていただきたいと思います。